今川動画製作所。ついにニート極道牧村豊が書籍となって宝島社様より発売。全国の書店およびアマゾンでご購入いただけることになりました。サイズは46番、256ページ、価格は税込み1650円。発売日は4月12日ですが、アマゾンでは本日より予約可能です。そしてアマゾン予約特典は、単行本には入りきらなかった書き下ろし序章パート、ニートを抱えた牧村家の日常と本編絵師和下さんの書き下ろし特製カバー3種、こちらは印刷してご使用いただけます。今回表紙は想定デザイン含め全て宝島社様にお任せしましたので、牧村の印象など本編と多少違うかもしれませんが、中身はいつも通りの牧村豊ですので、こちらの牧村も何卒よろしくお願いします。制作人としてもより一層ニート極道の世界観が広がっていくことを楽しみにしています。皆様ぜひ予約をお願いします。特典獲得のために概要欄の Amazon URL に加えて Google フォームも必ずご確認ください。はい、質問。ニート極道の漫画家は出版社に断られまくったって言ってませんでした？言った。ガチで何社も断られた。キャラが地味だって。ですよね。なのになんで出版？ノベライズだから。そこ違いあるんですか？キャラが地味なのは変わんないじゃないですか。ではどんな経緯でこの出版に至ったか解説していきましょう。遡ること7ヶ月前、2023年夏、運営はノベライズの実出版について調べていました。このノベライズはガイドブック制作のために行われたクラウドファンディングのストレッチゴールの一つで、いよいよそれを実行に移す時が来たわけです。ちなみにストレッチゴールとは目標達成後の追加ゴールのことを指します。ガイドブックの時にも調べたけど、出版社にお願いして自費出版となるとやっぱりかかる金額が莫大すぎる上に、書店に置いてもらえるかは確約されない。メリットはあるけど利用対効果的にちょっと厳しいぞ。ってことはやっぱりガイドブックと同じく独力で制作して印刷所だよな。この件について運営は作家氏と繰り返し打ち合わせをし、作画の和下氏も交え、想定デザインやページ数、価格までほぼ確定。しかしこの場合、販売ルートは通販限定になるわけで、書店で買いたい、実物を手に取って確認したい、店頭で購入したいんです、お願いします、というお言葉を耳にしていた運営はもう一度作家氏と会議をしました。書店にあれば多くの方の目に触れますし、YouTube と縁のないご年配の方も興味を持っていただけるかもしれません。そうかもしれませんが、書店に置くのは出版社側が乗り気になってくれないとかなり厳しいですよ。作家さんって出版社につてはありますけど、素性を伏せてるんで。ですよね。そこでふと思い出したのが、そういや昔の知り合いで一人商業出版したって人がいたな、という事実でした。学生時代の友人であり YouTuber であるその人物にダメ元で紹介を頼むと、宝島社の吉原さんという方を紹介してもらうことができました。はじめまして、吉原です。はじめまして、運営と申します。そちらの状況は分かりました。では社内で話してみますね。よろしくお願いします。期待して待つこと数週間、まだ社内の話し合いが終わってないらしくて、これダメじゃないですかね。いや、出版社さんの場合待ちが長くなることも珍しくないですし、動くときは一気に動いたりしますよ。もう少し待ちましょう。さらに数日後、稟議通りました。マジですか。そしてここから一気に話が動きます。最速で4月には出せますよ。早い早い。作家さん、いけますか？死にます。ですよね。この時点でノベライズは3分の1ほどが仕上がっていましたが、経緯を見守って作家氏が一旦執筆を停止していたために残りは未着手。年末年始でなんとか。わかりました、年末年始で。ちなみにこの年末年始、ニート極道第2部最終話に向けてのラストスパートと第1部第2部の30分40分一気見動画の作成作業があり、すでに相当な過酷スケジュールだったところにノベライズがもろかぶりという状況で、これは自分のスケジューリングの甘さが原因であり
運営さんには一切責任はないんですが、毎日アリナミンとキューピーコーアゴールド飲んでます。食事は作り置きの鍋連打です。あとチョコとナッツとチーズ。作家さん、全部終わったら焼肉行きましょう。そして出来上がったのはこちら、ニート極道。気がつけばヤクザになってました。作家 A 氏はさすがにこのままでは名前が他と被りすぎるということで、作家 A とペンネームを変更しました。作家でも作家でもどちらでもお好きに呼んでくださいとのことです。冒頭でも説明しましたが、価格は税込み1650円、四六番サイズ256ページ前後。 Amazon さんでの予約特典として、書き下ろしのノベライズ序章パート、ニートを抱えた牧村家の日常や、印刷して使用できる本編絵師和下さん特別制作アナザーカバーデータなどをご用意しています。予約が多ければ置いてくださる書店も増えると思いますので、何卒よろしくお願いします。で、内容説明を作家さんに。おっと、アイマスクしてないで解説してくださいよ。黒瀬に作家 T シャツ着せて喋らせてください。いいですけど。こちらの内容としては、本編のニート極道1話、牧村補佐が家を追い出されたあたりから服役までの内容になります。それって面白いですか？って思うじゃないですか。本編で全く描かれなかった野口大光や中村さん、山本構成員との出会いや、北岡さん、富山さんといった古参幹部との絡み、普段牧村補佐がどういう生活をしていて何の仕事をしていたか、どういう考えでしのぎを始めるに至ったかなど、本編では描かれてない部分が丁寧に、あけすけに、覗き見したみたいに書かれてるんですよ。なんかものすごく嫌な言い方されてる。そろそろ起きてくださいよ。また彼らの暴力団としての顔や、たい焼き組との抗争、大番組前若頭の反乱について、今川組長の勝ち込みの夜、今川組事務所では何が起きていたかなども、ここまで書いてしまったら辻褄合わせに作家が後悔するのではと心配になるような内容です。ですので皆さん、後で作家の上げ足を取るためにも、ぜひご予約ご購入をよろしくお願いします。以下続刊できるように皆様よろしくお願いします。本日より予約受付中、詳しくは概要欄へ。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館、今川動画製作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。